ジェラールの子供と、うん、なかなか美味しいじゃない。おう、うまいもんだな。想定外でしたが、ま、哀れも必要もないかな。あの子たちは完全に闇だし。ええ、試験という言葉も気になるけど、ここ先に進むのが今はハーン教団が残したもので何をやらそうとしてるかはわからねえが、絶対に止めるぞ。続いてください。あ、そこだ。やっ、ここです。任せてちょうだい。魔法は容赦はしない。ラ、畳みかけておきなさい。それで取ったわ。今です。頼んだわ、ジュディスさん。やっやっ、今です。主役の出番ね。まあこのくらいは当然かしら。おかげで助かったわね。魔法はっ、やっ、そこ、これは違うよ。にぎわってるわね。ジュディス様、チュッ、逃がさないわ。さあ、畳みかけるわよ。はい、いただきます。リゼットさん、任せたわ。シャードモーション、リゼット、頼んだ。もらえました。やっ、悪くない宝箱だな。戦闘終了、お疲れ様でした。お見事ね、リゼットさん。撃破完了、とっとと行くぞ。やっ、行くわよ。主役、やっ、俺が行く。えっ、は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 っ、にぎわってるわね。やっ、任せたわ。お、そこだ。いただき、リゼットさん、任せた。
容赦はしない。シャードブースターが見られるで。はっ、おまけよ。出番だ。ね、はっ、もらって。まだまだ上を目指すよ。私にお任せ。行くわよ。近づけたか。お粗末様だ。主役の出番ね。よっ、くらいつけるんだわ。楽勝よ。頼んだわ。スリッサン、シュッ。逃がさないわ。さあ、畳みかけるわよ。え、集いの勝負。勝機、ここです。悪くない手応えだ。頼りに始めるわ。
いつでも行ける。ここです。この機は逃しません。行け、ミゼットさん。加速します。シンス登場だ。頼んだぜ、アリエス。星の力、貫いて。お願いします。いいぜ。星の力、貫いて。シンス登場だ。ザクを発見。リーケ、はっ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 、これで先に進めますね。反応ありです。ここなら休憩できそうです。ふう、癒されますね。
イプを選ぶ。タイプを選ぶ。これが最適なクォーツだ。タイプをクォーツをセットしました。タイプをクォーツをセットしたぜ。タイプをクォーツをセットして。タイプを選択。タイプをクォーツをセット。タイプを選んでよ。タイプをセットしたよ。タイプを選んで。タイプを、はい、これはプレゼントよ。癒されますね。行くぜ。行きます。こいつは。何よこれ。光が立ち上って。よう、裏解決屋諸君に連。無事にたどり着いたみてえだな。人造天使に反応兵器まで乗り越えるとは思わなかったぜ。カトル君のことは到底許すわけにはいきません。当然反応兵器を所持していたことも。加えて国際法で禁止される BC 兵器の運用、今後は今まで以上にマークされるはずです。所属しているはずの結社まで裏切って、文字通り全てを敵に回した。そこまでしてあんたがやろうとしていたことの答えがそれか。ああ、見事なもんだろう。最悪のカルト教団の一派が仕立てた禍々しくも美しい姿勢上、連中は隔離用の門なんて呼んでいたみたいだがな。隔離用の門。凄まじい霊視反応。センサー類がどれも計測不能を示していますが。フェリちゃん。あの向こうにいます。おびただしいまでの悪しき息吹、下のめずりするような視線と息遣い。解き放たれてしまえば全てを飲み込んでしまうほどに。なんだそりゃ。そうだ、ネメス島、楽園と呼ばれた教団ロッジ。失われた神を追い求めるうちに歪み、やがてたどり着いた本流とは似て非なる目的。それはゼムリア大陸そのものを神の降臨にふさわしく作り変えることにあった。作り変えるだと。何を言って。本来人が干渉し得ない高位次元、私たちが生きる現実世界と接続することで高位存在である悪魔や天使、邪神を呼び出す。いいえ、ただ呼び出すんじゃなく人にとって変わらせようとしているのね。そうだ、お前さんの実験過程で得られた人格を植え付けるという研究成果、人に天使を下ろすという狂気もそこにつなげるための仕込みでしかなかった。否定すべき女神エイドスを報じる愚かな人々を高位存在と入れ替える。そしてこの世界を真の楽園に作り変え、今度こそ奴らの神を招き入れる。それこそがこの島で行われ叶わなかった奴らの悲願であり、新たな教義ってわけだ。そんなことも。馬鹿げてる。そんな妄想のために人体実験や虐待を繰り返したっていうの。ああ、その通りだ。だがバカも突き詰めれば化けるもんでな。やり方自体は間違っていなかったが、踏み越えられなかった最後の一歩。皮肉なことにあの掃討作戦による壊滅が最後のトリガーになったらしい。壊滅してなお残った偽りの神への妄執と、それを阻む者たち全てへの怨念。
何よりもこの地で犠牲になった人間の拭いようもない数多の無念、それらの想念に高異次元の存在が引き寄せられ、この地に小さな門が開いた。俺はそいつを広げるための最後の一押しをしてやったまでだ。あのデスゲームにも似たある種の極限状態において、この地に残る想念を再び呼び起こし、当事者であるお前さんたちを揺さぶり覚醒させることで高位存在どもを引き寄せた。結果はご覧の通り。あとはこいつで蓋を開くだけだ。ゲネシスの改革、ここで出してきやがるかよ。今にも出てきそうです。一度門が開ききったらもう止められない。あの半馬鹿の時すら超える数多の化け物が島中に、いえ大陸中に溢れ出すはずよ。文字通りの百鬼夜行ってか。させるかよ。鍵はあの外郭だ。一刻も早く破壊から奪い取る。思い通りになんかさせるもんですか。はい、全力をかけてでも。いいぜ、おじさんが相手をしてやるよ。腐っても蛇の使徒第四中、猛毒を煽る覚悟で挑んできな。かかってきな。おじさん久々に張り切っちゃうぜ。ブーストの効果だ。決めるといい。全力で行きましょう。ドライブ開始。見せてやるよ、起点の前。ここだフェリー。ブーストが有効だよ。炎よ、我らの息吹よ。アニアスさん、立て、みんなを守って。空よ、続けよ。バン。
さっきのおじさんの後押しで臨界点を突破してしまったみたいね。レン先輩、バンさん、アニエスたちも手伝ってちょうだい。こうなったらシャードだろうが裏技だろうがどんな手を使ってでも抑え込むしかない。楽園をここで終わらせるためにも。そうだな、いつまでも教団を引きずるわけにもいかねえ。ハトル様の分までシャード全開で対処いたします。
わね。ちょっと戦力が足りてないかも。あと少しなのに、それほどこの島を渦巻く想念が。クロス呼ぶのはクロスだけなの？僕も応援する。もう誰も痛い思いをしないように。自分を信じて、レン。私たちはもう知ってるわ、あなたは強い子だって。頑張れレン、僕たちがついてる。やあ、悪しき息吹が消えました。なんとかなったみてえだな。ああやりましたね、レン先輩。先輩？うん、よかった。ありがとうアニエス、それからみんなも。いやーお見事だ。まさか完全に封じ込めちまうとはな。虎の子の外郭もあっさり奪われちまったし、せっかくの計画が完全にパーになっちまった。やっぱ裏でフィクサーとして動いてる方が、おじさん性に合ってるのかね。てめえ計画を潰されたっていうのに随分と楽しそうだな。必死こいて練った犯罪計画をあっさり潰されるのもおつなもんでな。いつも完全犯罪を狙ってちゃ肩が凝っちまうだろ。だからお前らは面白い。俺の思い通りにならねえんだからな。理解できない価値観だけど。わからないわねおじさん、あなたがそうまでして結社を裏切ってまで教団のやり残しにこだわった理由が。ああそこは俺も気になっていた。庭園の始まりに関わってたのは聞いたが、ここに至ってもなお目的が見えねえ。一体何がしたかったんだ、希代の犯罪者であるあんたは。別に DG にこだわってるわけじゃねえが、ガキの頃から知ってる娘が未だに引きずってるって聞いたもんでな。いや、私じゃない、それは私じゃない。クロス、ここ隠れてないで出てきてよ。俺が間接的に手掛けた庭園という犯罪、その材料の一つに使った DG 教団、終わっちまったもんについてはスパッと忘れて次に行くのが俺の美学だが、視界に入る範囲でそんな風に引きずられちゃ気持ちよく次の企みに移れねえだろ。まさか先輩に乗り越えさせるために。犯罪者の美学ってやつか。はあ、あまりこのおじさんを過大評価しない方がいいわよ。どさくさで動機を私に押し付けてるけど、散々好き勝手やってたのは間違いないんだし。そうです、反応兵器や PC 兵器だって、カトル様のことも含めてあまりに利己的な動きが目立つかと。間違いなくチート娘の方がついでだよな。やれやれ信用あるね。まあいい、おじさんの出番はここまでだ。後ろだ。残念ね、
優雅に一発で仕留められると思ったのに。なあちゃん、赤黒い魔装機グレンデルゾルガン、あれが。話には聞いてたけど、ここにいるということは。てめえ、やっぱり組んでやがったな。この場まではだがな。しかし懐かしい空気だ。ガーデンマスター、アラミスの地下に現れた。庭園の主を名乗ったという。これにて契約は完了。ご苦労だったな、千の破壊者殿。これでようやく最後の仕込みを始められる。ま、今後は一切感知するつもりはねえ。あとは勝手にやってくれ。そっちの目的が達成できるかどうか、せいぜい楽しませてもらうぜ。破壊のおじさんから立て続けたわね。バンさん、いける？やるしかねえだろ。お前さんに見せんのはバーゼル以来か。メア！また現れたわね。そっちの二人も含めて、シュトレの借りはまとめて。まとめて返してあげるんだから。なあちゃん。あの子、記憶は。今はそれどころじゃないか。そっちも準備はできてるわね。当然だ。やる。行くわよ。カード解放。テイクザクレイデル。やっぱり見事ね。直接戦うのは軍の駐屯地以来だな。ええ、ですが戦力的にはあの時よりも。カトルさんの分まで全力でサポートします。偽物野郎が、覚悟しやがれ。ラーちゃんも今度こそ取り戻してみせるんだから。ああ。何人集まろうと敵じゃないわ。片付けちゃいなさい、グレンデルゾルガ。あ
してならこっちの方が強いはずなのに。まだだ。お前らも大丈夫か？はい、なんとか。敵も消耗してる。このまま畳みかけるわよ。ああ、行くぞメア。もう一度。すまない、バン。改革が。おい、こんな時に何をやってやがる。だからこそだ。獲物が一番油断している時を狙うのは定石。戦闘の最中はその最たるものだからな。すーちゃん、ちょっと一体何を。よくやった。ご苦労だったな、スーイン。さすがは俺のパートナーだ。ああ、エース。スインくん、ちょっと待ってよ。これでようやく第8のゲネシスが完成する。一つ回収し損ねたか。まあいい、七つもあれば十分だろう。てめえ、返してください。それはアニエスさんの大切な。進化すら理解できていない小娘には過ぎたる代物というものだ。これでようやく始められる新たなる夜明け、正しき歴史を紡ぐ時だ。行くぞ、スイ。アルテラ、そちらも引くがいい。了解よ、マスター。ラーちゃん、くそ。待ってよ、スーちゃん。言ったじゃない、その人は違うって。お兄ちゃんはとっくにいなくなって本物のわけないって。ナーディア、悲しいな。ナーディア、まだ信じてくれていなかったとは。会うのは子供の頃以来。無理もないか。黙ってて、あなたはお兄ちゃんなんかじゃ。大丈夫だよ、ナーディアは心配しなくていい。お兄ちゃんがついてる。ずっと一緒にいるからな。ナーディアちゃん。混乱するのも仕方ない。だがこれが真実だ。今は行く。だがもしお前が望むなら、俺はいつでも迎えに行こう。お前がどこにいても必ずな。待て、スイン。あなた、
本当にそれでいいの？ああ、俺はエースについていく。たとえ彼がどんな風になったとしても、それが俺にとっての償いなんだ。すまないナーディア。スーちゃん素晴らしい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。おお、もらっておくぜ。文句なしだな。